お疲れ様です、吉谷さん。吉谷さんがね、お金のターニングポイントを3つぐらいお話しくださったんですけども、これもなかなかね、味のある経験だったと思うんですよね。で、私はね、あんまりお金の苦労したことないんですよね。正確に言うと、すごく無頓着というかね、いつもなんとかなっていたという、いつの間にかくぐり抜けられたっていうところが多いんですよね。まあ、その中で共通するのは、他の人の金を背負っていたってことですかね。まあ身から出たサビなんですけども、やっぱ人を雇うっていうことは、その人の人生の責任を持つっていうね、本当にまあ愚かなことをしたなと思うんですけどね。だからやっぱりこう、その辺で言うと、多くの人は、まあ、人に雇われて、人におんぶに抱っこして生きてるわけなんですよ。まあ、これ言うとまたね、傷つく人がいるかもしれないんですけども、現実そうなんですよね。自力で稼げない人はどっかに所属したりとか、どっかから自動的に仕事をもらったりとかね、下請け入ったりとか、だいたい今いろんな働き方があったりとか、自宅で稼ぐとかね、副業とかいろいろありますけども、自分で商品作って自分で集客して自分で売るっていうことをしたりとか、あとは雇った人に給料を払うとかね、そういったことをしてる人はまあほとんどいないんですよね。まあそれをすると、相当な力量がないと、まあ人の給料まで自分が払うみたいな羽目になってしまったりとかね。まあだから余計分かりにくいんじゃないですかね。まあ、吉田さんと共通していることで一番大きいお金の苦労というかね、私は苦労だと思ってなかったんですけども、給料日に人の給料を払うために自分が借金をするってやつですよね。まあ、私も結局それをしてきたんですけども、まあ、何と思ってなかったというかね、最初は人の給料を払うために、やっぱこう審判会社のカードとかに手を出したわけですよね。で、人の給料を払おうと思ったら、いきなりその限度額100万円が2枚とかいったりするわけなんですよ。300万近く給料いったですからね、やっぱりね。で、それ使った瞬間、翌月どうするんだろうとかになっちゃったりね。で、人の給料払うために人からお金を借りるとかね。なかなかお金を借りるスキルは私はあったと思うんですけど、結構ね、私のお金の借り方っていうのはお話ししたかもしれないんですけども、まあ、多分こいつは断らないだろうっていう人をこう個別に呼び出してね、ちょっとお金を借りたいんで会えないかっていうふうなことでね、もう連絡するんですよね。これで来るやつっていうのは必ずお金を貸してくれるんですよ。で、お金を借りるときには、まあ、20万30万みたいな話じゃないんだよっていうところから始まるんですよ。もう怖いですよね。だいたい一口50万とかね、100万とかね、借りるんですけどね。で、借りるときに返せないかもしれんよと。そのまんま、借りるってことはお金を貸すってことはあげると思って聞いてくれよみたいな。どんどん詰めていってですね。で、まあ来てくれた人には、まあ大抵来てくれたんですけどね、お金のことで来てくれた人には、来たってことは、まあ、お金を多分ね、出してもいいよっていうことだと思うんで、遠慮なく言うけどってこういうふうなね、独特の話術でどんどん詰めていって、最終的にはね、まあ50万でも100万でもいいんだけどね、久保哲郎を買うと思っていくらの値段つけてくれるかねとかね、目をじっと見るというね。で、しまいにはね、手元にお金がないんだったら借りてでも俺に出してくれってここまで言うわけですよ。でもやっぱりね、出してくれますね。いや、返さんかもしれんよっていうわけなんですよ。それはあぶく銭ができたら返すけど、いつになるかわからないし、このまんまもう闇から闇に消えるかもしれないしねって、まあそういうふうにお話していってもね、やっぱね、貸してくれるんですよね。そのぐらい、そのお金がなかったというね、お金がなかったんだけども、あるやつからもらえばいいみたいな感じだったんですよね、私はね。だから結局ね、知り合った人全員が自分のポケットみたいな感じありましたね。その代わりですよ、その代わり今は私がいろんな人のポケットになってますね。
もう何かをするときはなんか自分の懐から出るみたいな、ね、だからなんていうんですかね、お金ってなんか人類共有の財産っていう気持ちがあるんでしょうね、きっとね。自分がなくても誰かがあると、誰かがなくても俺はあるみたいな感じじゃないですかね、うん、だからね、私のところにお金を貸してくれって来る人にも お話するんですけども、いや貸さないよと、あげることはあげるけどみたいな感じですよね。ただし信用の度合いとかね、気に入るか気に入れないかによって金が変わるというね、これですよね、独特のお金のやり取りという。で、銀行とか金融機関にお金を借りるときってね、私ね思うんですけども、必ず担保とか返せる範囲のお金しか貸してくれないじゃないですか。それはどういうことかっていうと、取りっぱぐれないようにするわけなんですよね。例えばまあ担保ですよ、担保を取られるってことは自分自身の信用でお金を貸してくれるわけじゃなくて、担保の信用でお金貸してくれるだけなんですよね、まあ、だからまあしょぼい金額ですよね、まあ、人間関係ないわけですから、銀行のその係の人と私とかね、私とその銀行そのものには人間関係ないわけなんで、困った時にお金どうか貸してくれませんかって言ってるだけなんでね、だからそうなっちゃいますよ、担保次第になっちゃいますよね。でもそれまで長いこと付き合ってた人っていうのは違うんですよ、まあ、久保さんに復活してほしいからとかね、久保さんが困ってるから、ただそれだけのためにお金を出してくれるというね、そこに私はもうおんぶに抱っこする度胸があるわけなんですよ。ただしね、こうやって振り返ってみるとね、私がねこのお金をくれませんかって言わなかった人との関係っていうのは非常に薄かったんだろうなと思うんですよ、自分でね。だから今この放送を見るとね、あ、自分言われてないわみたいな人は結構寂しい思いすると思うんですけども、そういう仲なんでお前とはもう金を出せと言えないような中でどうせ出さないだろうみたいなそんな感じですよね、鷹をくくってるというかね、うん、だからちょっとお金に関しては私はね、そういうふうに、まあ、強気であるというか独特な価値観を持ってますね。多分こんなことをできる人はあんまりいないと思いますけども、でまあ繰り返し言いますけども、そうやってね、借用書もないような口約束だけで、口約束でもないですね、もらったみたいな感覚のお金ですから、まあ、でも全員にのしつけて返したということがね、まあ、2015、6年から2016年ぐらいに続いたんですけどね、うん、まあ、だからまあ痛快でしたね、その時はね、ほらなってみたいな感じでねむちゃくちゃ感動してましたよね。まあでもそういう人とも付き合いがなくなっちゃうから不思議ですよね、うん、まあお金を借りてそのままとんずら人とも付き合いなくなるし、そうやって熱い思いで私にね、出資してくれる人との付き合いもなくなるし、まあ、人生いろいろということでございます。うん、まあ、結局ね、なんかこうこの人と付き合ったら得だなっていうふうに思ってくれるといるんでしょうね、きっとね。それはなんか悪いこともなんでもなくって、多分吉谷さんのところにいた社員さんもその会社にいたらまあなんか給料出るしとかね、居場所あるしみたいな感じでいたんじゃないかなと思うんですよね。だからやっぱりこの会社を離れる、特にね社長っていう立場で会社を離れるっていうのは、まあ、吉谷さんと私は若干違う立場ですけど、私はもう企業社長、オーナー社長なんで、本当私が離れたらもうその組織がなくなるわけなんですけども、吉谷さんはまあ雇われっていうかね、まあ、中間管理職の社長のイメージが強いんで、抜けても会社そのものはありますから、ちょっと立場は違うんですけども、でもねやっぱり社長が抜けるっていうのは結構でかいですよ、かなりね。だからこう抱えてる責任とか見えてる景色違いますからね、まあ、だから一種の寂しさありますよね、離れる時にその一社員が会社を抜けるなんていうのは、ね、非じゃないですね、これ。でも同時にものすごくね、青空がポンと突き抜けたような自由感はありますよね。だからやっぱり結局その社長とか創業者っていうのは一人でやってない限りはなんかものすごく拘束されてるわけなんですよ、強く深くね。本当は能力がある人っていうのは一人が絶対いいわけなんですよね、まあ、能力がない人は群れてた方がいいですね。群れていて能力のない人同士でなんか絆めあったりとかしてね、で自分の力で稼いでる、生きてるつもりでそうではないっていう、それはもう仕方がないんじゃないですかね。一人でできれば組織なんて作る必要がないんで、組織作るってことは、まあ、自分は一人ではできませんとかね、
なんかよく言う助け合いみたいな言葉がありますけども、助け合いなんてのがね成り立ってるところはほとんどなくって、一方的に助けられる人と一方的に助ける人がいるだけでですね、助け合いなんていう言葉でねごまかされないようにした方がいいかなと一方的に助けるのが好きな人と、なんかにおんぶに抱っこばっかりする人がいるだけですからね、冷たく言えば。まあでもまあそれがねなんかこう人間社会ってもんじゃないかなと思うんですよ、うん、一方的に助けられるようなそんな子供みたいな存在がいたりとかね。でそういう子供もいつか大人になって育っていって誰かのためになるみたいな、うん、だから A さん B さんっていうのがいて、A さんが B さんを助けて B さんが A さんを助けるって関係ほとんどないんだけども、 A さんが B さんを助けて B さんが C さんを助けて C さんが D さんを助けるって感じで、なんかそのチェーンのようにつながっていきながらね、なんか成り立っていくのかなと。で一方的に助ける人っていうのは助けられてはないんだけども、その誰かに施すことで自分が救われるっていうそういう感覚があるんですよね、うん、今週もなんかね子供たち奥さんのために頑張ったぜみたいなね、お父さんの気持ちとかああいう感じじゃないですかね。まあ、最近はねそのなんていうの、なんか家族のためにやることが負担とかいうねしたたかなお父さんがかなり増えてきてですね、最初から結婚もしないし恋愛もしないみたいな流れがあるんですけども、かなり賢いんじゃないでしょうかそれはやっぱ人の責任を負えない人はね家族を持たない方がいいと思いますんで、やっぱ家族っていうのは一方的に搾取されるとも言えますからね。もちろんみんなでこう力があればいいんですけどね、やっぱそういうもんでもないですからね。いやというところでね、会社ってのも家族にすごく似てるっていうか例えられることが多いんですけども、社長がお父さんでね、であとは全員こう子供みたいな感じですかね、まあ、優秀なねなんかこう役員さんが奥さんに例えられることもあるんですけども、まあ、なかなか会社にはそういう存在いないんで、吉田さんも苦労されたんじゃないかなと思います。まあ、でもその苦労があったから今があるとも言えるし、別にそんな苦労なくても今はあると思いますけどね。吉田さんの才覚だったらどんな辛い経験がなくたって別に今は生きてるでしょきっとね。だからなんか辛いことがあったから自分はこうだったんだみたいなね、なんかその辛い過去をもちろん悪くはないんですよね、そういうのもね。まあ、私はなんかねそれがあんまりないんですよ。自分の過去を美談にしてねだから今があったんだとか言ってる、ね、あんまりないんですよね。別に何もなくても今はあるよみたいな感じでだから何かがないと、なんか今がないと思ったら何もなければ今もないみたいなね、なんかよくわかんないことになりましたけども、深く考えずに生きてるってことですかね。はい、じゃあまあもう眠いんでね、深夜2時半になりましたんで、っていうか今起きたんですけどね、これからスタートです。いってらっしゃい。